ジュゼッペ・メアッツァは、イタリア王国、ミラノ出身のサッカー選手。愛称は、ペッピーノ、バリラ。ポジションはフォワード。20世紀前半のイタリアセリエで活躍し、インテル、AC ・ミラン、ユベントスのイタリア三大チームを渡り歩いた、ケウナ選手の一人。特に、メアッツァ自身が、プロデビューを果たしたインテルでは、同チームの、 第一期黄金時代の中心的役割を担い、1927年から1940年にわたる最初の在籍13シーズン中3回の得点王を獲得して2回の優勝と1回の国家イタリア制覇に貢献した。またイタリア代表としても1934年と1938年のワールドカップ連覇を果たしたアッツーリの主力だったことから、 イタリア史上最高の選手として、現在も語り継がれる伝説的選手であり、インテルと AC ミランのホームである、スタディオジュゼッペ・メアッツァにその名を残している。1910年、イタリア王国のミラノで生まれたメアッツァは、画家だった父親が1917年に第一次世界大戦で戦死したため、母親のエルシラとの貧しい母子家庭で幼少期を過ごした。当時七歳のメアッツァは、 市場で果物を売る母を手伝ったが、父親を失う、少し前、6歳の頃からサッカーを始めておりすでに夢中だった。近所の子供たちとストリートサッカーチームマストリ、カンピオニイージーを結成、暇を見てはボロ布を丸めたボールを覆う日々を過ごしていたという。エルシラは将来を考え、幾度かメアッツァのシューズを隠してまでサッカーを止めさせようとしたが、メアッツァは、 裸足でストリートサッカーを続け、これは後年の優れたボールテクニックを育てる土壌となった。12歳になったメアッツァはサッカー選手として生きていくことを決意、地元のグロリア FC に入団してプロを目指し始めた。この時使用していたメアッツァの人生最初のスパイクは後に彼のファンが買い取り、現在も保存されている。インテルの下部組織出身で十七歳で、 トップチームデビューした直後から主力として活躍。1930年代のインテルの流星の中心に、あり、クラブに2度のリーグ優勝をもたらすとともに、自身も3度の得点王に輝いた。1930年には19歳で、イタリア代表に初選出。デビュー戦でいきなり2ゴールを挙げ、以降はズグリのエースとして君臨し、1934年1938年の、 ワールドカップ連覇の原動力となった。53試合出場33得点という記録は、ルイジェリーバに次ぐイタリア歴代2位。セリエ A23 ゴール数は220ゴールで、歴代3位。キャリア338ゴールは、イタリア人2位である。ありがとうございます。